こんにちは。豊川さん、去年初めて実施された現役ドラフト、はい、どうなることかなと思ってたんですよ。本当にじゃあ現役ドラフトで行った選手たちが活躍できるのか、失敗したと思ってるチームもいるだろうな。それからこうチャックの紐を締めるじゃないけどさ、なんで出したんだろう。チャックの紐を締めるっていう、言いませんね。チャックと紐は違いますね。あ、財布の紐を締める。そう、財布の紐を締めるみたいなやり方のところも出てくるかもわからない。いやー、活躍してる選手たくさんいるよ。そうなんですよ。だから逆に出しちゃったチームは、うちなんで出しちゃったんだろう。逆にもらえたところはやったーっていう、ラッキーっていう、まあね、様々だと思うんですけれども、はい、まあ昨年現役ドラフトで移動した選手、今どうなっているかというのを現状振り返りたいと思います。どの選手いきますか。いや、まあ順を追って、まあヤクルト成田かける、はい、ロッテから、これ石川の後輩なんだよね。石川投手の高校の後輩になるんだけどもさ、はい、いい教えがあったのかどうか知らないけども、まあ一軍経験をしてね。そうなんですよ。いるけども、はい、まあ芳しいっていうか、まあこれからだよね。そうですね、ここから。でも一軍にいるっていうことは、やっぱ戦力として見てくれてるっていうことだから、はい、すごく成功だよね。これもね。続いて横浜の笠原投手、中日から来ました、で現在1試合に登板して0勝1敗、防御率 9.00、はい、という成績です。いや、横浜のピッチャーがいいもの、確かにそうですね。で左ピッチャーも特にいいしさ、はい、入る枠がないというかさ。そうなんですよね。まあそれはもうしょうがないよね、はい、ただ何かあった時のためにスタンバってくれてるっていうのは大きいかもな。そうですよね。で今現段階で1軍にはいるので、本当に何かあった時のバックアップであったりとか、必ずシーズン通してきますもんね。まあそうだね。はい。続いてソフトバンクから阪神に移籍した大竹投手です。いや、この選手を俺ソフトバンクがなぜ出したのかっていうのは最初疑問だったし、ソフトバンクの時からあんまり使われないんだよね。使った時にはある程度ゲームを作り、勝った試合も何試合か見たことあるけど、なんでなんだろうなと思って、阪神が取った、これは活躍するだろうなと思った岡田さんが、岡田さんの後輩でもあるしね、早稲田の。まあその使い方どうするんだろうなと思ったら、スッと使ってポンポンと3勝してるからね。そうなんです。大成功だよね。はい。そして防御率 0.51。 もう投げてるボールはもうテクニシャンというかさ、はい、まあそういうピッチャーでいいよね。いいですよね。いや、もう岡田監督はありがとうソフトバンクさん。いや、もう本当なんでいいのみたいな感じだよね。そうですよね。いや本当、働き場所が変わればこれだけ変わるっていう、働き場所を与えなかったソフトバンクはなんでなんだろうっていうような、まあそれだけ層も厚かったっていうことは言えるかもわからないけど、はい、投げたら勝てるのになっていうふうには俺は思ってたけどね。ああ、そうですもんね。いや、だから阪神はいいピッチャー交換できましたよね。取れましたよね。さあ続いて楽天から巨人に来たオコエ瑠偉選手です。自分の人生を変えるっていうぐらい頑張りますみたいな、はい、スタートは良かったけど、徐々に落ちてきてるはするけどもね、はい、まあだけど疲れもあったりだとかさ、いろんなことも要素の中にあって、はい、でもそういう心意気がいいよね。そうですね、まあ、キャンプの時は生き生きしてたし、本当にここで頑張らなきゃいけないというね、はい、思いは伝わるような選手だよね。そうですよね。でスタメンで使われれば1番で起用されて、非常にこう勢いをつける、チームに勢いをつけるっていう、で原監督も今までうちにはいなかったタイプの選手と言ってますし。まあそうだね。だから走塁もさ、やっぱ彼の走塁っていうのも勢いつくしね、はい、できれば状態を維持してほしいなっていう願いはあるけどね。そうですね。まあ1年間やったことのない選手だからさ、どっかで疲れが来るだろうし、まあだけど休みをもらってもまた息を吹き返して、まあ1年間本当に死に物狂いで頑張ってほしい。そうですね。さあ巨人から今度は広島に来た戸根投手です。戸根も中継ぎでね、頑張ってます。首を振りながら頑張ってるよ。腕を振るんじゃなくて、あの子は首で投げる感じがするから。でもやっぱこう広島のね、弱点であった中継ぎ陣に左投手として入って、まあその席をね、勝ち取ったというか、投げてるよね、ちょこちょこね。投げてます。10月30日時点で9試合、1勝0敗、防御率 2.25、で3ホールドも、まあジャイアンツではね、そのチャンスすらなかなかもらえなかったのに、まあ広島行ってね、そのチャンスをまあもちろん掴み取らないと、その一軍には入れないんだけども、でもそれもね、ちゃんとしっかり掴んで、まあ起用されてるということは、まあそのように戦力になるっていうことが。まあどれだけやっぱり嬉しいことかね、選手はね。ですよね。さあ横浜から中日に行った細川選手。頑張ってるよな。頑張ってますよ。だからホームランはまだないんだろ。ホームランは今時点で4月30日時点ではないんですけれども、20試合に出て3割3厘、8打点。いや頑張ってるよ。クリーンアップって。打ってるんですよ。そうなんですよ。それもお前不慣れなファーストやってんだから。それがちょっとかわいそうだけど。まあだけど、やっぱ試合に出たくてね、うずうずしてた人間が、まあこうやってところ変われば出ていけるという、それもクリーンアップ、責任のあるところでまあ活躍ができるっていうことは、すごく嬉しいだろうな。そうですよね。豊さんもずっと細川選手、トレードで欲しがってるチーム、たくさんあると思うよって言ってましたからね。まあバッティングはね、本当にいいものがあるし。まああとはね、やっぱり守備、まあファーストっていう不慣れな部分はあるけども、まあ一生懸命やってるしな、まあ少々のミスは目つぶってくれるだろうし、とにかく打つ、ね、それを頑張ってほしいと。本当チャンスをものにしましたね、細川選手。さあ続いてパ・リーグですけれども、ヤクルトからオリックスに移ってきた渡辺選手、現在はちょっと今ですね2軍。まあそうだね。オリックスも層が厚いからね、野手のね、いい選手がたくさんいるから、ちょっと頑張らないとね、外野手、頑張ってほしいです。そして日本ハムからソフトバンクにまた戻ってくる形になりました、古川投手、現在は1軍4試合で、まあ、0勝0敗なんですけれども、防御率 2.25 ということで、ソフトバンクの投手陣の中に入れるっていうことは、やっぱそれなりに力があるんだよね、やっぱりね。日本ハムの方ではこう、まあ、年齢的なこともあり、若手にねチャンスを与えるということで、まあ出されたけども、まあでもそこで頑張ってるよな、ソフトバンクでな。そうですよね。続いては阪神から西武に行った陽川選手です。陽川ね、オープン戦の時に、いやこれは開幕スタメンもあるかなと思ったら2軍だったの。今2軍なんですよ。ちょっと寂しいですね。ちょっとこう寂しがり屋なのかね。性格的にだからまあうまくチームに溶け込んでわーってなんかこう結構こうシャイな部分があるから、そうじゃなくて西武のチームっていうのは明るいし、自分を出していくチームだから、だからそういうのでちょっと気遅れしてるのかなみたいな。実力はあるんで、だから必ず必要になる時はあるからね、まあ頑張ってほしいなと思いますね。そうですね。さあ続いて広島から楽天に移った正水選手です。まあ正水選手も現時点で2軍というところなんです。2軍ではね結構打ってんだよね。あ、そうなんですよね。2軍の試合のいろいろデータ見るとさ、まあ結構正水頑張ってんだとか思うんだけども、なかなかチャンスがないね。そうなんですよね。まああそこもね、野手は結構いるからな、島内とかさ、外野手、そうですね、辰巳もいるしみたいな、そこを割って入っていかなきゃいけない、割って入らなきゃいけないので、右バッターだけに、やっぱりチャンスはあると思うんだよね、ここら辺、腐らず頑張ってほしいね。そうですね、さあ、オリックスからロッテに移籍した大下選手、内野手、この前、バントして喜んでたけどね、もうベンチ帰って大騒ぎしてた。でもまあロッテも若手が多くて、ノリのいい選手も結構いるけども、どちらかというとおとなしい選手が多いよね。だから大下のその明るさがなんかチームをこう鼓舞させて、ノリノリのチームになっていくと、若手が多いだけにムードメーカーにもなれていいかなと思うよね。そうですね。で彼はやっぱこうキャラ的に何でもやりますみたいな、そんなキャラだからいいよね、雰囲気作りには。ロッテの雰囲気がまたねちょっと変わってっていう。まあそうだね。ムードメーカーになるかもしれませんしね。さあ最後です。西武から日本ハムに移ってきた松岡投手。現在は2軍です。ちょっと防御率もね 10.12 と。まあなかなかね力を出し切れてないというか、まあこれはしょうがないけどもね。まあもう頑張るしかない。自分でね打開していくしかないし、ただこの現役ドラフトを見て今年も楽しみだな。やるんだろうね。いやもうやると思います。最初はさ、これトレードでいいじゃんとか思ってたけど、こうやって活躍を見ると全然ありな制度だなとか思うよね。いや思いますし、チームが変わるだけでこんなにも変わるんだっていうのを目の当たりに見てるんで、まあそうだね、はい、だから環境が変わって活躍できる選手、俺3人ぐらいいたらいいなと思ってたんだけど、いやいやそれどころじゃないよ。いますね。大竹、オコエとね、細川って見るだけでももう4人だしさ、はい、まあ古川も良かったなと思うし、成田選手投手もね、あとは順番待ちをしてるというかね、そんな感じもするしね、小水とか、まあとにかくどこ行っても野球は野球だし、でチームカラーっていうのもあるだろうけども、早くチームに溶け込んだ方が勝ちだからね。そうですね。だからそういう意味ではどん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 自分を出していく。そういうことができる人が活躍できてるのかなっていう、はい、確かにね、まあ代表的なのは大下だけどバントしてるみたいな、やったぜみたいな、いいキャラしてるよな。いいですよね、愛されてる。だってお声だってよしやったるみたいな、そんな感じでしょ。はい、ね、だからああいうふうにこう自分をアピールしていく、はい、ね、そういうことも忘れずに、はい、ね、頑張ってほしいと思います。はい。